ドライヤーをさせていただきます。今からドライヤー、そう、さっきお風呂入ってきたんです。最近美顔器を買ったんですよ。なんかショールームのコメントでおすすめしてもらったやつをずっと覚えてて買ったんですけど、今日はちょっとねパックをしてその上からやってみたくて、それをしない。5桁ですけどそうやってたんですよ。だからお肌はプルプルなんですけど髪を乾かす時間がなくなっちゃった、それをしてたらね。今日はサンフレの今季ラストのホーム戦に行ってました。ツイートしてないんだけどな、した方がいいかな。口ピンクにしたくなってきた。ちょっとベージュだから今髪にオイルをつけて、こんばんは。ねえ、ゆなゆな会わなかった。おきちゃんとみち大体同時に配信開始するので仲良しを感じる。そうなんですか。知らなかった。多分二人とも夜型なんだと思う分からんけど。でねえ、塩谷選手嬉しい。みちコラボの日本酒を購入した。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。私夜型です。ルーティンが一緒なので多分そうなんじゃないかな、分かんないけど。みちが配信始めてから1分でおきちゃん配信始まった。そうなの、そりゃ真似されたわ。こういうの後者が不利だからね前者は真似されたって言えるから。コラボに表紙予約した。ありがとう、嬉しい。150人も求めてくれるかなってちょっと不安だったんですけど、いや売り切れてないんじゃないかな。21歳以上で年齢制限引っかかってないと。なんで。それではごめんなさい、ドライヤーをさせていただきます。いきます。
粗品ゆいさん、お肉タワーありがとうございます。ちょっとあともうちょっとで乾くので、乾いたら抜きます。すみません。まだちょっと乾いてないかもだけど、乾いてないかも、もしかしたら。最後にもう一回、最初にやったやつと同じやつをちょっと最初よりは少なく塗って終わりかな。そう、二度漬け、なんかね、最初3度付けしてた。でも気分です、気分で変えます。なんかね、最初なんかトロトロしてるんだけど、時間が経ったら結構髪に馴染んでサラッとするから大丈夫なんですよ。ゆいさん、サジナユイさん、お肉タワーありがとう。
ありがとう、ゆいさん。ゆいさんがめちゃめちゃこのすき焼きを焼きイベント応援してくださるから、あと少しで、本当にゆいさんのおかげですありがとう皆さん、すき焼きまであと少しなので、ぜひとも卵とか投げてくださったら嬉しいです。まるさんに負けたくないですか。誰だありがとう。すき焼き集めてますって言っとこ、通りすがりの方が卵投げてくれるかもしれん。今日私もさ、あれ言ってたの相手方、そうなんですか。最終戦だったからね。ねえ、私息を潜めてていうか、もう完全傍観してたから分かりにくかったかもね。え、勝てると思ったんですけど。こんばんは。みんな卵ありがとう。ジャストミトさん、デブニャンさん、スカパラナさん、マサさん、ツバサワなんちゃらさん、ツボイユースケさん、バシさん、ミラーボール、小ガラスマルさん、サシノユイさん、ヤスくんさん、エムケンさん、ダンディさん、中原さん、アキマンさん、焼肉だこれ、テイカーさん、デミさん、トールさん、ハチさん、ケンヤさん、ヨーカナさん、ありがとう。焼肉もすき焼きも美味しいよな。ミーって呼ばれたんじゃなくてミなんよ。そう、ミーミを呼んどったけミーってなっただけで。ありがとう。ミチルームで焼肉のタレを投げたら何になるのかな。何もならない。多分それがいっぱい集まってやったら焼肉の方も達成するんじゃないかな。分かんないですけど、だって私ショールームさんにすき焼きですって言ってないから。みだけ一文字、なんだろう、みつきー、おいみつきーみたいな感じの伸ばし方だから、みーって呼ばれたんじゃなくて、みをめーっていうことのみだった。そうそうそう。でもエゴさしたらみーって呼ばれてる、みーって呼ばれてるって書かれてたから、違うみですって。そう、肉質が違うんだよねそうですね、もう一個あれだったね。ゴール1は達成したよ。私、ケンケンさんありがとう。ウニホーレンって広島の郷土料理、郷土料理っていうか郷土料理っていうのかな。でも広島の名物料理、どうなる、鉄板のお供みたいな感じだよね。お好み焼きの、全国あるかと思ってた。本当
コオロジ達成済みだった。皆さんありがとう。美味しいすき焼きが食べ食べれる。三重 HK さん、坪井祐介さん、ありがとう。わあ。私のゆいさんもたくさんありがとうございました。本当に本当に皆さんもありがとう。やったー、嬉しい。すき焼きだ。ありがとう。わーい、嬉しい。家族とですね、お肉いっぱい入れて、なんだっけ、椎茸、エリンギだっけ、すき焼きに入れるやつって。いや、ピンクにしたくて。次の目標は50万ポイント。あれ、次50万だったっけ。30万、あ、プラスってこと。あのでっかいやつ、でっかい、これなんだっけ、でっかい、これありがとう皆さん。椎茸か、椎茸、椎茸好きなんですよ。キノコってわからんくなら、エリンギやバター炒めが一番。リップはピンク、そう、ピンク、私ってピンクが似合うかもって思った。これこう見たらさ、結構さ色ついてるように見えるじゃん。でもさ、この前みんなで青ひまりで集まった時にさ、これつけとった時さ、え、リップ薄く見えるわって思ったんですよ。みんな、多分みんながね、あの秋だからね、暗めのリップつけてたからもあるんですけど。まあね、確かに。おめぐさん、しいたけ苦手なんだ。しいたけ美味しいよね。しいたけってなめくじの味しない？なめくじを食べたことないのでわかりません。もう息を潜めて生きてきたのに。あと10万でグレードアップがあるらしいが。そうなのよ。でもねいつまでですっけ、イベントって。スメイクスキス、そう、ここ私ね、 M ですよね。 M 字の形の歯、ここのことでしょ見せ方むずいけど、きれい、みゆさん推しのものです。あら、みゆちゃんも今配信してるんじゃないの。ありがとうございました。演奏動画良かったな。ほんと、なめくじは食べたらあかん、マジでやばい。なんでちょっとなんか食べてそうな人が何人かいるんだ。29までか、2日で、2日でってことか。そりゃどうかな、通りすがりの方に卵を投げてもらえるように。たまになめくじ食べて死んだ人のニュースあるから。それってさ、あれですよね、なんか野菜についてたりするってことだよね、きっと。ああ、そういうことか。
エスカルゴね、アリちゃんだ。コーラさん、スカパラダさん、デブニアさん、トールさん、セルジュルタンさん、スボユウスケさん、ミエ HK さん、ケンケンさん、あれ4だっけ、ここありがとう。みちさんにすき焼き食べてもらいたい。なんて心優しい人なんだ。卵投げてもらうって嫌だな言葉としてあるよね。あのなんかさ、なんだっけ、外国の映画とかさ、生卵こうピシャってなってパカってなってピシャみたいなところありますよね。あなたはなんかショーマンとしてダメだみたいな感じの時にさ、こう卵、生卵ボーンプシャーみたいな、コントロールいい。確かにレムニアさん、ケイさん、大崎上島のカズさん、ありがとう。誕生日とかでもあるね。誕生日ある？誕生日は知りませんわ。嘘。生卵は海外では食べんから。そうなんだ。コメディーもあるし。あ、竹虫、アリちゃんが食べる食べ物のなんか、アリちゃんの好きな食べ物は何ですかって聞かれたら、エスカルゴかザブトンっていう。あれ竹虫って言うんですか？ねえねえ、おみちゅ今日も好きだよ。どうしたのいきなり。いきなり。癖が強すぎるね。あのスタジオで焼き肉行った時、アリサちゃん、アブトンって言ってた。初めて食べたかも、そこで。ザブトンというもの。藤本いつきさん、ありがとう。やめてよ STA で遊ぶの。コオロゴになっちゃうし。アリちゃん、エスカルゴ食べてるの想像つかない。本当？座布団知ってる JK すごい。それな、思った。私だって、その時高校生だったっけ、高校生だったっけ、高校生だったっけ、まだ高校生じゃないんじゃない、その時中学生やない。なんちゃんさん、お肉ありがとう。どっちだったっけ、中学生じゃない、何年前、2019年、4年以上経ってもおみちのこと好きなのまだなって思う。うれっぴ、ウレピー、スキピー。年前は13。オーマイガー、大体牛タンかカルビって答える世代。本当だよ。みち肉焼くの好きって聞いたし、ずっと焼かせて食べるだけの係したいの。でも全然いい。ツッコミ待ちかもしれんけど、なんか本当に最近量が入らなくて、ご飯食べに行ったりしてもっていうか、家で食べてても。今日も家族でお好み焼き食べに行ったんですけど、はぐちゃん、はっちゃん、前髪飛んだ。そう、全然入らなくて、年齢のせい。マジ
シンガーセットなんですけど、こんなまだ21歳だよ。私でもまだカルビいけるのに。えカルビ無理よ、私1枚ぐらいしかいけん。大丈夫かな。本当になんかお粥とかうどんとか食べたい最近ずっと。早いよな。だから自分が食べれないから逆に食べてくれる人がなんか食べとる人を見て満足するみたいな。だから全然焼くの好き。大人数で言ったら一人一人の好きな焼き加減を聞いて焼きたい。 YouTube で済んじゃうじゃん。うんね。あ、味噌チゲ美味しい。鍋はね、やだ。焼肉だけですね、多分私の奉行は。鍋は分からない。私お酒飲んだらね、お腹空かないんですよ、あんまり。だからね、おつまみそんなに食べないんですよね。なんかさ、普通の人っていう言い方がさ、どうなんか分からんけどさ、普通なんか、え、お酒飲んだら食欲増すやろみたいな言われるんですけど、お酒でいっぱいになるし、なんかなんならもうって思う。まだ超えてませんな。なんか一線を超えたら、あれ覚醒するってこと？肉の焼き加減でしっかり焼くことをなんていうのか知ってるんか？よく焼き？レア、ミディアム。なんだっけ？ちょっと待って、よく焼きの人はあんまりおらんけん。よく焼き、待って、言わんでよ。レア、ミディアム。なんだっけ、何文字？ウェルカム違うでしょ。また配信の企画ないかな、お酒のね。昔はっていうのもあれやけど、あれだもんね、やってましたもんね。ウェルダム、ウェルダン、ウェルダン、ウェルダン。真っ黒黒好き。炭か。私でもベラベラになるまで飲んだらどうなるか見たすぎる。見せないよそんな秘密でーす炭化って言うんだ。炭化。そうだ、泣いちゃいそうだ。君を思い出すと。いや泣かないし怒らないよ。人を酔わせるの得意です。あちき勢だ一定数いらっしゃるんですよね、あちきっていう方。己のことを。
取り寄せの時若干酔ってて可愛かった。そう確かにあれはね、そうだよ、そのお取り寄せメンバーだったもんね。歌うと思った。スミカよく分かってんね。まだお酒飲んでないんですよ私のラベルの。でもお家に2本っていうのあるから、うん、酔わないで泣かないし怒らない。お酒飲むと顔の色変わるタイプンゴ、タイプンゴそう、緑になります。ってもらった、なんかPR で持ってたやつをそのままいただいたりした。そう、何になっててもなれるわけもないけど、私の両親はね飲まないんですよ。そう、お酒飲みたーってなるときあんまりなんかそんなまだ感じない。みんなで一緒にいたりしたらさ、メンバーとかなんか大人ですよ、もちろん大人面でいてみたいな、大人面でご飯のときとかはなんかそのなんて言ったらいいんだろうね、メンツっていうかうん、なんかねご飯だから飲んだりするけど、あお酒飲みたいみたいな、そのなんて言うんだろう、疲れたお酒みたいな感じの感覚にまだなったことがなくて、でルンルンになってみたい。いいね。お酒好きなの？くしゃみ出そう。はぐちゃん。でも好きですね。嫌いじゃない。好きです。日本酒も美味しかったよ。飲んだら眠くなるから嫌。確かに私も眠くなる。前髪飛んだ？また悪くない。飲み会の雰囲気、いや飲み会という飲み会はあんまりしたことがないです私。ちょっと酔ってほど歩くの楽しいI love you so much. Thank you. 確かに風に吹かれる感じね。そう、醸造酒。起きちゃうわ本当にやばい。スラブくんさんありがとう。日本酒飲みたい。飲んでみてよ。今ねちょうどいい商品が発売されてるんですよそう、ビールかけやってみたい。ちょっとやってみたいかも。やってみたい。顔真っ赤になりますね。なんか酔ってないのに赤くなるから酔った感じになる。こんばんは。
ねえねえ、限定品だからさ、売れたら嬉しいです。最近のみちのわざとらしいセールストーク好き。そうです、明日オキポと遊ぶんやって。なんで知ったん？買わなきゃですよね。うーん、ゲットしてくれたら嬉しい。こんばんは。まだ私の親も知らないのに言ってないから。うん、そう、限定なの、150本。でもやっぱさ、20歳、20歳以上だから、20歳以上じゃないと購入できないので、たまにプライベートのだだ漏れになるね。秘密情報じゃ、まあ、おきちゃんが言ったんだろうなとは分かったけど、おきちゃんと私の話でしかないから。おきちゃんから可愛い LINE が来たから、キザな感じで返したんですよ。でもおきちゃんが配信始めたから、それについて返信こんかった。悲しい。渾身のキザ返信をしたのに。年賀されたことない。でもそんなに一人でお酒買ったことない。メンバーと泊まるときって一緒の布団で寝るんですか？うちに泊まりに来たソラちゃんは敷いたんで一緒に寝てないけど、おきちゃんの家に泊まるときは一緒に寝た。一緒のベッドで寝ました。福ちゃん家に泊まったときは私は地べたで寝ました。コッコん家に泊まったときはコッコのベッドで寝ました。ベッドコッコんと一緒に寝ました。トロブさんのお家に泊まったときはトロとコッコと川の字になって寝た気がする。トロはベッドもあるにもかかわらず一緒に寝てくれた気がする。嘘かも。2年ぐらい前の話だからちょっと分からん。いや、書きやすい方の皮です。トロブさん、フーチホと遊んでたの？一応床で寝かすなんて。いや、でも床ってよくない？私よく床で寝るよ。ちょっと前ココアから隣のバナナのリップ来たの？うん、返しましたよ多分。ヌのメールできた。あ、今日？真っ暗だと寝れないメンバーいる？わかんない。でもこの前アリちゃんと同室だった時は真っ暗にしました。真っ暗で寝るって言って、いつもどっちで寝るって言って、あかりやみち布団使いなって言うかと思った。そう、福ちゃんが床で寝かせたわけじゃなくて、多分私が先に寝たんだと思います。そう、寝るの早いんですよ多分。自分遅い時は遅いし早い時は早いみたいな、極端なんですよ。だから寝ちゃって床になっちゃったって感じなのかもしれない。
かな。多分そうですね。そう。寝落ちする瞬間まで話してる。いや、話分からん。話してたかな。寝相いいと思う。自分。じゃあの配信見よう。あ、そうやん。ラベル、ラベルじゃないや。なんだっけ、パネル。あ、私の返信内容言っとるやん、恥ずかしい。悲しいな。明日あきちゃんと何するの。いや、な、何をするとは決まってないです。ちゃんと返すんだね、えらいって書いてる。悲しい、えらいって。この返しはむずい。そういうネタ送って返信ないと思われる説。そうだよ。本当にそうですよ。今日も配信と配信で、オキコさっきからキザキザ言ってる。キザを求めたんだもん。なりたかったんです。ピラピラしてくれた。ノリノリしてる。まあね、昨日も配信見に行った途中で。いい関係やん。そうですね、こんだけ仲良しなのにまだ敬語だから、と敬語でいてほしい。逆にマイルームには大地が一人入った。あ、パネルか。いや、パネルめちゃめちゃ近かったでしょ。め、恥ずかしい。あれ、うん、一応放置されるくらいが喜びそう。言われちゃう。誰に。おきちゃん、おきちゃんに。あれ、まだ待ってるんだ。放置されたい人。いやー、放置されたくないけど、放置されたくはないですけど、確かに放置された方が気になるよね。何してる、返信返ってこない、何してるんだろうって。みちょ尽くすタイプ。そうです、放置少女。来月の室内部のイベント、あれ切手のやつですか。あきさんは道をよく分析できてると思う。あれでしょ、あの会えるお話し会で聞いたやつ。ゲームじゃないか。確かに攻略されてる。今日はみちゃみじゃないのね。そうなんですよ、ごめんなさい。デブニアさん、スランプくんさん、ハリーの道楽さん、スカパラダさん、デブニアさん、キョウちゃんさん、藤本いつきさん、ありがとう。
ヘブニアさん、コモチンさん、ありがとう。おやすみなさいませ。おやすみ。マイキーの話題になってる。あ、いいね。お決まりよ、お決まり。キョッツ、ありがとう。いや、なんか前髪巻いてないからちょっとやだな。眉毛が目立つ。大きっぽがすごい地になってるよ。お決まりはね、あれなんですって。あの、まだまだ C なんだって。おきみちゃん、本当。まあね、いろんなペアで自分でペアリングを作ってみてください。皆さん、うちのパネルは写真集の表紙みたいだった。本当。今村と石田ち、今村と石田美、今村と岩田日、今村と次って誰だ。ココア、空道、ちゅ、枝豆姉妹ね。いや、中村と今村のムラムラコンビは有名でしょ。有名じゃないのかな。ねえ、ココアの誕生日行きましょう。時間ぴったりに行くですね。ドリミネーション行ってないやん。そうよ。でもドリミネーションって1月までやってるんだよ。好き面同士は仲いいと困るファンもおるやろな。好き面同士の仲いい、困るんだ。最近あんまりマイケルと絡みない。私？嘘。最近よく喋ってるイメージだった自分は。でも写真とか撮らないんですよ、人と。あんまり私、二人のお仕事とかだったら撮ろうってなるんですけど、公演とかあんまり二人とかで撮らないんですよ。からかな。ひなちゃんと絡んでるイメージあまりない。それも言われるんやけど、ひなちゃんともね、結構ね話すんだよ。そう、ゆみりも結構話してるんだけどね、多分ね写真がないだけなんだと思う。まあ、なんかそんな何を話してますかって言われたら、そういうなんか何を話してるエピソードはないけど、逆に話さないんだね。話さないの？誰だろう。ひなちゃんは本当にね、なんかなんて言ったらいいんだろう、かわいい、なんて言って、小動物みたいな目で方してます。めでてるひなちゃんは。私はひなちゃんをめでてます。ゆみちのツーショット見たいです。今度撮ってくるね。ゆみりもね、多分公園とかいないし、多分会う機会がね最近少ないんだよね。ひなちゃんと話したいって言ったら、その声だったの今。
そうなんです。青いひまわりしてますよ。そう。でも青いひまわりのヘタレたちはもうあの動画初めて全員が揃った動画だったから初めて全員が揃った動画っていうか初めて全員が揃って練習した日に撮ったっていうかなんて言うんだろう撮影日に初めて揃ったのでそう全然合ってなかったみなみちゅっていうかもわからんけどでもみなみとはね2人のお仕事最近よくあるしそうそうみなみん呼びみちだけのイメージみなみってなんて呼ばれてるんだろうみーちゃんみーちゃんかみなみでも結構みなみって呼んどる人多い気がするみーひんみーひんちおちゃんもみなみでしょ私もみなみ私はみなみ、うん、確かにひなちゃんはみーちゃんって言ってた気がするみなみとも言ってるかも結構メンバーはみなみで福ちゃんもみなみだよねそうだよねそうみなみとよくね似てるって言われる全然わかんないんですけど私はそうだってみなみってめっちゃ目クリクリしてるしさで前歯の形は似てるかもでも人って目の印象強いやん私みなみんぐらい目クリクリしてないからさいやだからいや全然不満じゃないよでもそうみなみんの目がクリクリしてるから前歯ちょっとわかるね輪郭が似てるあそうなのえでもみなみって顔ちっちゃいよ、うん、全然自分の方が目ちっちゃいし顔でかいけどうんちほちゃんとも間違えられるでもそれも分かんないあとは誰だろうな、まあ、トロベさんはそうだったんですけどこの前村だよりの返信にトロベさんに見えたって言われたあー愛子じも言われるある先から見たら結構先やない でも愛子じと2人で写真とか撮ったら別に似てないんですようち誰かに似てると思ったことあんまない本当？そうなんなんやろうねさこちゃんやさやかりに似てる時もあるだってさこちゃんもさやかりも似てないやん愛子じもとさこちゃんが似てますかって言っても似てないしみんなの顔のなんか中間点なのかなマイキューに似てます嘘やろ本当にでも嬉しいみんなのいいとこ取りっていうことにしときましょうはーい嘘ありがとう確かにあ、え、やばいやん
13位、トールさん。12位、マサジさん。11位、マスさん。10位、ジャスト。ミトさん。9位、クモチンさん。8位、バシさん。7位、カラさん。6位、レミさん。5位、エムケンさん。4位、オッサンさん。ダンディさん。2位、ツボユウスケさん。1位、ソシナユイさん。ありがとう。22位、アキマンさん。ありがとう。おやすみなさい。